1.442015年の MAX で展示された1.44。ロシア空軍100周年記念航空賞の際に撮影された1.44。1.44はロシア空軍向けにミコヤンが開発した第5世代ジェット戦闘機にあたる1.42の概念実証機。製品1.44とも呼ばれる。2000年に初飛行をしているが、 ロシアの財政難により計画は進展していない。北、大西洋条約機構の使用する NATO コードネームは、フラットパック。当機は、試作機ゆえに、プレフィックスがなく紛らわしいため、便宜上ミグマイナス1.44と呼称されることがある。また、資料によっては、ミグマイナス35、ミグマイナス39、ミグマイナス42、ミグムフィーなどのご用も参見される。 ソ連空軍は1981年にアメリカのアッテフ計画に対抗できる多機能前線戦闘機の開発計画ムフィー計画を発表しロシアの軍用機メーカー各社に機体設計の提案を求めたミコヤンもこの計画に参加し独自で1.42という戦闘機をソ連空軍に提案したその後1.42はムフィー計画での有力な候補機と位置づけられ ヤコブレフアンとの比較の末、ロシアの第5世代ジェット戦闘機に選定された。ミコヤンは1.42の基本設計を1985年までに済ませ、同時に1.42のデモンストレータ機となる1.44の開発も1989年に開始した。ムフィ計画中にソ連が崩壊し、計画はロシアが引き継ぐことになるが、財政難などで、 先行きが危うくなっていた。ニコヤンでは1.44の初飛行は1995年に行う予定であったが、ムフィー計画の進展状況から考えて初飛行を控え、1.244は長い間保管されていた。状況は悪化の一途をたどり、ムフィー計画は1997年に中止された。 しかしライバルのスホーイが1997年にスマイナス47を初飛行させたことからミコヤンは1.44の写真を1998年12月に公式公開2000年2月29日には初飛行に成功した初飛行後は情報がなかったが2013年にグロモフ飛行研究所の格納庫で保管されていることが報道されている 報道によれば1.44は良好な状態に保たれており、理論的には必要ならば、飛行実施も可能とされているが実際には、多大な組織的準備及び膨大なリソースが必要であるため、実際には動作していないとしている。また解体の予定はないともされており、グロモフでは維持のため、1年間に約800万ルーブルを費やしていると伝えている。 その後2015年開催の MAX において初めて地上展示された。ミグでは1.44の空力形状や試作機の開発をもとにして、それを発展させた PAC-FA の軽量版を開発しているとされている。1.44は開発当時のトレンドであったクロースカップルドデルタつばである。主翼抗体角は48度で、 主翼公園にはエルロンを兼ねたフラップを2枚有する。垂直尾翼直下の機体下部に、果実ら付きのベントラルフィンを装備している。エンジンは、本機のために新規開発した L-41F ターボファンを2機搭載する。AL-41F は二次元、水力変更ノズルを装備し、それぞれ左右に15度、上下に8度ずつ稼働し、高い空中機動性を発揮する。 操縦システムには、新型のフライバイワイヤシステム KSU-1 から42が導入されている。また、ユーロファイター台風フーウム1機あたりに搭載されている EJ2002 基分の合計水力を、当エンジン1機だけで発揮できる、大水力の AL-41 エンジンを、総発で装備している。これにより、超音速巡航能力を有している。ステルス性にも配慮が行われており、 可変面積式、エアインテークは S 字に曲げられ、インテークの内側や外装には電波吸収剤が使用され、内側のエンジンのツルには熱探知を避けるためセラミックタイルを装備している。エアフォースデルタプレイヤー機として選択可能。エースコンバットシリーズ複数の作品で登場。プレイヤー機として選択可能。作中ではミグマイナス1.44と表記される。 絶対カレンチジュドレンドビエト空軍の戦闘機として1.44に似た機体が登場。ありがとうございます。